アルフレード・ペーター・フリードリヒ・フォンティルピッツは、ドイツの海軍軍人、ドイツ帝国海軍元帥。1897年から1916年まで海軍大臣として、ドイツ海軍の拡張を推進した。プロイセン王国ブランデンブルク・カンク・キュストリンに、上級管理の息子として生まれ、フランクフルト・アンデア・オーデルで、少年時代を過ごした。 1865年プロイセン海軍に入隊する。1869年キール海軍兵学校を卒業する。1871年ドイツ海軍創設と同時に水雷戦隊に所属する。1877年水雷戦隊司令に就任し、戦隊を再編成した。大佐となったティルピッツは1892年海軍軍令部に入り、軍令部長に 就任、1892年には少々に昇進した。1896年ドイツ東アジア、巡洋戦隊司令官に任命され、ドイツが真から創着した甲州湾の湾口にある、人太を軍港として使用した。1897年海軍大臣に任命される。海軍大臣として、ドイツ海軍の拡充を精力的に実行し、皇帝ウィルヘルム二世の信任を得た。 1900年功績により、貴族の称号である本を名乗ることを直挙された。ティルピッツは、ドイツ海軍の青写真を設計し、ドイツ海軍を世界的大艦隊に成長せしめることを希望した。このティルピッツの大海軍建設案は、国内的にもティルピッツ計画の名称で広く検伝されることとなった。政治的にティルピッツ計画は、1898年、 1900年、1908年、及び1912年の艦隊法として実現された。こうして第一次世界大戦の始まる1914年までに、ドイツ海軍はイギリス海軍の6割の戦力を有する世界、第二位の海軍にまで成長した。すなわち、7隻の土球戦艦、5隻の巡洋戦艦、21隻の巡洋艦に20隻の旧式戦艦、 そして40隻以上もの潜水艦である。ティルピッツの海軍拡張計画は、非現実的な目標をも含んでいた。しかし、ドイツ海軍の増強はイギリスを警戒させるのに十分であった。英独の海軍軍拡競争は、不服戦争でドイツに敗れて、以来対独復旧戦を誓うフランスとイギリスのより、緊密な関係を形成する一助となる。ティルピッツは、 現在のゲーム理論の一種とも言える、リスク理論を展開し、英独海軍軍核競争によって英国は、ドイツ海軍を牽制して、対決を回避すると提唱していた。しかし、このティルピッツの読みは、結局外れ、英独関係は悪化の一途をたどることになる。1911年、海軍元帥となる。3年後の1914年、第一次世界大戦が勃発する。 ティルピッツは海軍大臣として軍政担当者の立場からドイツ海軍の作戦内容に意見を反映させることはあまりなかった。ドイツ海軍太陽艦隊は英国本国艦隊の戦力を警戒し艦隊決戦にはユトランド沖海戦を除き積極的には出なかった。むしろ潜水艦による通称破壊活動を展開し、 ユーボートによる無制限潜水艦作戦を実施していった。1916年潜水艦作戦をめぐり海軍大臣を解任され、後任にはエドアルトフォン・カッペレが就任した。解消辞任後の1917年短期間ではあったがドイツ祖国党の党首となる。ティルピッツは第一次世界大戦を勝利するためドイツ国民の力を結集戦と企てたがドイツは 敗北する。戦後、ティルピッツは保守派のドイツ国家人民党を支持し、1924年から1928年まで、バイマル共和国の国会議員を務めた。1939年、ビスマルク級戦艦の2番艦は、ティルピッツと命名された。ありがとうございます。